こんばんは、副島マックスです。さあ、今日もまたビールを飲みたいと思います。数量限定、アサヒスーパードライ。ね、ここに書いてあるんですけど、ビールは出来たてがうまい。製造後3日以内で工場から出荷。数量限定でお届けする特別なスーパードライ。スーパードライ。スーパードライ。いい色です。今日のおつまみ、こういうのを買ってきました。山形、どんどん焼き豆。山形県の方に多分、どんどん焼きというものがあって、まあ、そのテイストの、お菓子だと。食べてみよう。わあ、なんか、意外と大きいな、これ。ソース味の豆のようですね。どんどん焼きね。うん。ソースの味。入った。入りました。アサヒスーパードライいただきます。ああ、やっぱキレがいいですね。スーパードライは辛い、辛口だ。ここの辛口のビールって思わずグググーっとこう飲んじゃうんですよね。ああ、ちょっとふわっとしちゃった。心なしか普通のスーパードライよりはさらにキレがいいように感じます。採点をしてみましょう。アサヒスーパードライ、テイスト20点、バランス20点、バリュー価格ですが 350ml 入りの缶で217円でした。そして私の好みマイプリファレンスが15点でトータルが73点。いや、辛口なので好みがあると思いますけど、先々週に撮影した映画が出来上がりました。おめでとう。おれ、乾杯。私の新作のショートフィルムはですね、こちらで、ご覧いただけます。タイトルは I'm Standing Still、 まあ、立つ男と、名前を付けました。 Your Film Festival に、エントリーしています。何かしらね、これが次の何かに、私の次のステップにつながっていけばいいなと思っています。また皆さんの応援もよろしくお願いします。はい、というわけで今日久しぶりにビールを飲んでちょっとリラックスしています。じゃあまた来週お会いしましょう。